香川豊彦、香川豊彦、が川豊彦、か、旧時代、豊か、1888年、明治21年7月10日から1960年、昭和35年4月23日は、大正、昭和期のキリスト教社会運動家、社会改良家、戦前日本の労働運動、農民運動、無産政党運動、生活共同組合運動において、 重要な役割を担った人物。日本の海運組合創設者。イエス団創始者。キリスト教における博愛の精神を実践した、貧民街の聖者として、日本以上に世界的な知名度が高い。茅ヶ崎の平和学園の創始者である。妻の香川春も社会運動家。息子の香川純樹は教会音楽家。孫の香川正名はグラフィックデザイナーであるとともに、 神戸の香川記念館館長。兵庫県神戸市に、改装業者、香川純一と徳島の芸儀、菅岡目の子として生まれる。幼少期に、相次いで父母と死別して、5歳の時や姉と共に、徳島の本家に引き取られるも、兄の宝刀により15歳の時に、香川家は破産してしまい、叔父の森六兵衛の家に移る。旧制徳島中学校。 現在の徳島県立城南高等学校に通っていた1904年、明治37年、日本キリスト教会徳島教会にて、南長老ミッションの宣教師 H.W. マヤスより受選。この頃、安倍伊藤、木下直江の著作を読み、キリスト教社会主義に共感を覚える。また、戦争と平和に代表されるトルストイの反戦思想にも影響を受け、 軍事教練サボタージュ事件を起こす。伝道者を志し、1905年、明治38年に、明治学院高等部進学予科に入学、卒業後の1907年、明治40年、新設の神戸神学校、後の中央人学校に入学する。結核に苦しみ、また進行への会議に反問しながら、やがて、貧民問題を通じて、 イエスの精神を発揮してみたいと一年発揮し、1909年、明治42年神戸市新川のスラムに住み込み、路傍伝道を開始する。1911年、明治44年に神戸神学校を卒業、1912年、大正元年には一前飯屋、天国屋を開業した。女工の春と貧民屈で出会い、1913年、 大正2年に神戸の教会で簡素な結婚式を挙げた。春は15歳で下女となるために上京した女性だった。香川は貧民屈で仮装の貧民らを招いて豪華な披露宴を行って仮装民たちにご馳走を振る舞い、妻、春を紹介していった。私は皆さんの女中をお嫁にもらいました。あなた方の家が お産や病気で手が足らなくて困った時には、いつでも頼みに来てください。喜んで参ります。1914年、大正3年に渡米し、アメリカの社会事業、労働運動を買いまみ、プリンストン大学、プリンストン神学校に学び、1915年、大正4年に、スラムでの経験を踏まえて、貧民心理の研究をでする。川はこの、江田村の研究で、 犯罪の多いブラック民が、偉人の子孫であるという人種起源説を主張した。後に文中に差別思想があるとしてブラック解放運動関係者から批判されている。1917年、大正6年に帰国すると神戸のスラムに戻り無料巡回診療を始めた。また、米国留学中の体験から貧困問題を解決する手段として労働組合運動を 重要視した香川は、鈴木文治率いる友愛会に接触し、1919年、大正8年に友愛会関西労働同盟会を結成、理事長となった。同年日本キリスト教会で牧師の資格を得、麹町教会の牧師になる。1920年、大正9年に自伝的小説、視線を越えてを出版。 一大ベストセラーとなり、香川の名を世間に広めた。印税はほとんど関与した、社会運動のために投じられた。また同年、労働者の生活安定を目的として、神戸購買組合、なだ神戸政教を経て、現、コープ、神戸イコール日本最大の政協を、設立、生活共同組合運動にも取り組んだ。また、武藤富浦と共に、キリスト教系業開始。 キリスト新聞、発行元、キリスト新聞社を立ち上げた。1921年、大正10年、神戸の三菱造船所、現、三菱重工業神戸造船所、川崎造船所、現、川崎造船神戸工場における大葬儀を指導するも、会社側の強硬な対応により敗北を喫し、これを契機に、関西の労働運動において急進的な、 サンディカリストの勢力が増していった。香川はやがて農民運動に活躍の場を移すことになる。また、関東大震災の被災者救済をきっかけに、本所キリスト教産業青年会を発足、貧民診療所などを経営した。1922年、大正11年、協力者、杉山元次郎と共に、日本農民組合を設立し、本格的に農民運動に取り組んだ。 組合は急速に発展し、3年後の1925年、大正14年末には、組合員数は7万人を超えた。この間、1923年、大正12年に、関東大震災理災者救済活動を行う。また、無産政党運動にも積極的に関与し、1926年、大正15年の労働の民党結成にあたっては、 執行委員に就任するが、同年末の左右分裂に際して、党を脱退した。1920年代後半以降は、社会運動から宗教活動へと比重を移していった。1925年、大正14年に、同志社大学で講義を行い中島中に影響を与え遊戯を結ぶ。1929年、昭和4年、日本キリスト教連盟の特別協議会は、 香川の主導により、神の国運動を議決。香川は、100万人の旧霊を目標として、1932年、昭和7年まで全国を伝道のため巡回した。また米国、中国、欧州等世界各国で講演活動を行う。1941年、昭和16年4月、リバーサイド日米キリスト社会議で、アメリカ合衆国のキリスト教会に、 アメリカ協会への感謝状を送った。第二次世界大戦に関しては、国際戦争反対者同盟に属したが、1943年、昭和18年11月の憲兵隊による取り調べを境に、同同盟を脱退、国際友和会日本支部を自ら解散している。太平洋戦争、大東亜戦争後期において、一説には、 太平洋戦争当初から多くの宗教家と同じく戦争に協力的な姿勢であった。終戦、敗戦により中止となったが、1945年、昭和20年8月16日に若川も、奨励者として名を連ねる、戦意公用音楽礼拝が、日本キリスト教団戦時活動委員会の主催により、予定されていた。戦後は、東国の宮内閣参与や、 直戦貴族院議員を務め、日本社会党の結成にも参画した。民間人として初めてマッカーサーに会った人物であるとされている。終戦直後の目立った活動としては、一億総残下運動への協力が挙げられる。マーク下院長、日本日記によると、東国の宮敏彦王の公認首相として有力であったらしいが、戦時中の翼産的な活動が原因で、 実現しなかったとのことである。同書には一般に知られる香川の人物像とかなり食い違う姿が記されており、またそこで書かれているような香川への批判が連合国総司令部 GHQ により封じられていたともある。茂原内閣解散後の吉田内閣組閣の難航に伴い総理大臣候補として名が挙がったこともあるという。晩年は 世界連邦運動に取り組み、1947年、昭和22年と、翌1948年、昭和23年には、ノーベル文学賞の候補となり、1947年は候補48人中、1948年は候補45人中、1954年、昭和29年から1956年、 同31年の3年連続で、ノーベル平和賞候補者として推薦された。大谷総一によると、香川はクリスチャンかつ労働運動、社会運動の指導者的立場ながら、昭和天皇、皇室の熱烈な支持者でもあり、日本社会における天皇、天皇制の存在意義を積極的に認めてたという。日本社会党決闘の際には、中間派の浅沼イネジローラと共に、 中心メンバーとなり、決闘大会で天皇陛下万歳参照の温度を取ったことで、社会党左派との内部対立を引き起こした。2009年、平成21年、関連団体が実行委員会を組織し、香川豊彦献身100年記念事業が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。